こんにちは、ハイジです。さあ、というわけで始まりました。北海道に来たので北海道らしいものを食べてみようのコーナーでございます。というわけで今日は北海道のすすきのにあります爆農亭さんにお邪魔しておりまして、こちらで食べ放題のコースでラム肉を爆食いしてみたいと思います。俺もだ。食欲をそそるなんか店内の内装でね、いや、いい感じですよね。ちょっと来た。いや、やっぱ上品。ちょっと来た。誰が汚いね。気をつけてよろしいですか。はい、お願いします。いや、すごい。いいですね。さあ、来ました。なんと、このお肉食べ放題でございます。え、いいですね。いや、こうなってんの。一枚って言っても、やべ、油敷くの忘れた。いや、大丈夫なんじゃないですか。うわ、俺、多分腹いっぱいになるまで食っちゃうと思うわ。食っちゃうな。これ無理だよね、セーブすんの。無理。これ目の前にして最高。皿の上でもう意味ないけどバウンドかましていただきます。どうですか。やばい、なんかい。ダミさん、これやばい。ほんとにうまい。まだ夕方の4時だけど、これで終わってもいいって思うくらい、もう食いまくりたい。ただ絶対米と食ったらうまいのは分かってんの。ちゃんと味がしっかり濃いからさ。ただ米食ったらハイパーになっちゃうし、このカット、うめえ。どんどんやこう。贅沢できたらね。いや、贅沢に。はい。うわあ。麺もちょっと焼いてみましょう。はい。この麺とお肉を一緒に掴みまして、いや、これもうよっぽどのことがないとうまいって言わないけどね、俺もうここまで来たら。うまっ。さつみさんが急に言ったようにもやしを入れ始めました。何が起きたんでしょう、彼に。油がすごい飛んでたんですよ、ね、はい。だから野菜を周りに置いた方がいいんじゃないかって僕は思ったんです。そういうことなんですね。はい。だから僕論で言うと油が、はい、周りに落ちてくるんじゃないかなと思って、はい、そこに待ち構えさせておくという、油まみれにもやしをするという作戦、ありがとうございます。さあ、出ました。食べ放題になると強気になる男シリーズ。食べ放題だからぐわっと塊食い。じゃあお野菜の方はあえてこう塩であっさりいく作戦にしましょう。さっと。はい、ミニバーベキューね。はい、かぼちゃ、肉、玉ねぎ。さあ、おかわり用のラム肉が来ました。うまそうだね。いいですね。刺身でいきたいね。いや、刺身はダメだった。ダメ。あー、よかった。じゃあ、ちょっと食べないの。あとよろしく。嘘だよ、食うよ。バカみたいに食っちゃいますよ、こんなかった俺。でも、まあ、食えるよね。そう、はっきり言って、俺も食えるでもこれ。あと寝るだけだとしたら全然。でも別に寝るだけでいいじゃん、あと。起きてる意味ないもんね。